にご案内します。小松江駅では到着時にクイックバック運転を行い、列車が後ろ向きに駅へ入ります。また小松江駅付近の車窓が日本三大車窓の一つとされており、晴れた日には善光寺平の雄大な景色をご覧いただけます。